JFL だとやっぱり仕事とサッカーの両立っていうのがあって、やっぱサッカーだけに集中してやりたいっていう気持ちがちょっとあって。やっぱりサポーターが多いんで、やっぱそういう触れ合いとかことありますけど。ミスを恐れずにやるってことです。